2023年9月3日、後半の始まりです。天気予報は、雲が多いが晴れているので、日の出を期待して海岸に行ってみました。お、出た。出たよー。ダルマ朝日とは、昇ってくる朝日が水平線に差し掛かった時、もう一つの太陽が現れ、まるでダルマの頭が胴体にくっついたように見える不思議な現象が起こります。これは海水と大気の気温差により、光が屈折して起きる自然の芸術です。これが瀬戸内海沿岸でも起きます。こうして、今日朝の天体ショーは終わりました。